48、18期研究生です。イエーイ。はい、それでは自己紹介をしまして、はい、はい、私があなたが好きなのはって言ったらひなの音お願いします。はーい。あなたが好きなのはひなの。みんなの姫様になりたいの。長野県出身、高校3年生、17歳のさんひなこと久保ひなのです。よろしくお願いします。イエーイ。なんちゃん。はい、夢の中でもみんなのアイドル、夢でも一緒だよ。埼玉県出身、高校3年生、17歳、夢みんこと佐藤ゆめみです。よろしくお願いします。イエーイ。夢みん。私の名前はと聞いたらカスミンって言ってください。はーい。あなたのハートをパスミン。私の名前はカスミン。ありがとうございます。笑顔とエクモガちゃんポイント。大分県出身、高校3年生、18歳のカスミンこと工藤かすみです。よろしくお願いします。イエーイ。カスミン。はい、この番組は AKB48 18期研究生がいろいろな企画に挑戦しながら新たな魅力を伝えていくレギュラー番組です。イエーイ。はい、はい、なんと私だけこの浴衣企画がちょっと2回目なんですが、どうですか？ちょっとね、どうですか？私ちょっと前回と変えたんですけど、浴衣変わってる、ちょっと今週もじゃあせっかくなので、うん、一人ずつちょっと浴衣紹介していきますか。じゃあ私からいきます、ね、お願いします。ちゃん立っていいですか？立っていいですか？こんな感じでかわいい。かわいい。ガスミンらしいね。ちょっと意外かもしれない。今かわいくないですか？かわいい。今かわいいですよね。意外と結構ガーリー系で。そう、ガーリー、今日はというか、浴衣、この浴衣ガーリー系にしてみました。かわいい。どうですか？似合ってますか？似合ってる。髪型？ね。ね、ちょっとお団子にしちゃって。サイドから見ちょっと。どうですか？かわいい感じ。かわいいですか？かわいい。よくてかわいい。ありがとうございます。かわいい。はい。あ、かわいい。はい。じゃじゃん。じゃじゃん。じゃじゃじゃん。じゃじゃじゃん。どうでしょうか。ゆめみんぽい。白と私が大好きな白と黒です。かわいい。ショストライプで。かわいい。あ、白もリボンなんですね。ね、あ、そうなんです。かわいい。かわいい。かわいいね。でもキュートで一年。ね、キュートだ。似合ってますね。ね、ありがとう。ちょっとハーフツイン顔だったので今日はハーフツインですね。今日はハーフツイン顔だった。ハーフ。ハーフ。間違えた。ハーフ顔。今日ハーフパ顔だったね。そうなんです。そうなのです。ハーフパ顔。横並びコンビで可愛いです。とても可愛いね。ありがとうございます。ちょっとやっといてます。はい。私はちょっと前回とテイストを変えて参りました。かわいいですね。なんと私今回は自前の浴衣をちょっと、ね、自分で着けてましたね。また自分でちょっと着けてみて、かわいい。うまい。はい、自前の浴衣でございます。かわいい。髪型は今日はこれはまとめ髪。おー、で、ね、髪の毛長いからすごいいっぱい豪華な感じですけど、こんな感じにしてみました。いい感じで、ね、かわいい。ではでは、それではどう？番組を進めましょうか。はい。いいですか？どうぞ。AKB48 オフィシャルライブチャンネルでアーカイブ配信中です。見逃した方、もう一度見たい方はぜひアーカイブをご覧ください。はい。そしてアーカイブを見てる皆さん、毎週火曜日18時からショールームで生配信をしています。ぜひ来てください。じゃあタイトルコールをしていきましょうか。はい、いきますよ。はい、いいですよ。一か八かで全力一発ルーム。イエーイ。はい、ここで改めてショールームの番組参加方法です。ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます。ポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、アイテムを投げてどんどんアピールしてください。頑張ってください。お願いします。あ、じゃあちょっとコメントを読んでみましょう、ね、読みましょう。かわいすぎて震えてますだって。あ、嬉しい。よかった。どうです？どうですか？結構
3人とも可愛い。嬉しい。ありがとうございます。ちょっとでも今回結構みんな可愛い系だよね。そうだね。結構なんか全然違う。ね、うん。なんか可愛い。統一感もあって可愛いですね。可愛い。可愛い。一緒にお祭り行きたいって。あ、すごい。リンゴ飴食べたい、ね。まだお祭り行ってない。食べてそう、リンゴ飴。食べてそう、うん。焼きそばも食べたいね。たこ焼きも食べたい、ね。あ、やめたい。食べるお腹空いてる。野菜行きたい、ねね、一緒に行こうね。練習に行きたい。よっしゃ、番組始まってすぐのランキングトップ3を、はい、ちょっと見てみましょう。見てみましょう。じゃじゃん。じゃじゃん。じゃあ3位からやりますか。みんなで。みんなで行きましょう。せーの、3位ゆいとさん。ありがとうございます。で2位ハッピーサッピーさん。カスミの夢叶えたい。あ、ありがとうございます。ラブ。1位キュウちゃんさん、アルちゃんさん、あとゆかこ。違った違った、嬉しい。あ、嬉しい。あ、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は最終的なランキング上位3名の方には今日出演の私たち3人の浴衣チェキをプレゼントします。エンディングのエンディングで読み上げたランキングが最初の結果となります。番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。登録がまだの皆さん、登録してコメントやアイテムでのご参加、ツイッターマークをクリックして番組に拡散お願いします。お願いします。可愛いね。じゃあね、拡散してもらいやすいようにスクショタイムを10秒間やろうと。何します？アザトポーズ。アザトポーズね。自分なりのアザトポーズできますか？アザトポーズ、いいね。いいですね。いくよ。せーの。10。あれ？数えないですか？せーの。10。9。8。7。6。5。4。3。2。1。終了。ということで。ぜひぜひ拡散してください。お願いします。ツイッターのツイートは番組のハッシュタグは、ツイートは番組のハッシュタグはハッシュタグ一発ルームでお願いします。お願いします。あ、花火書いてあるね。あ、私が今日書きます。ごめんなさい、シンプルで。シンプルで、すいません。ちょっと花火難しいからね。そう、なんかね、感覚で書いちゃった。大丈夫、かわいい。シンプルだし、かわいい、かわいい、よきよき。はい、はい、じゃあね、ちょっとコーナーに入る前にここ1週間の18期なんか振り返りたいなって思うんですけど、直近ではあれだね、金曜日にティフニー出させていただきました。ありがとうございました。夢の舞台で出させていただいて、すごい。なんかカスミンとかポニシュそうなんですよ、センターやってましたけど、そうだ、ダブルセンターだね。そうだ、2人どうでしたか？どうでしたか？でもカスミンとやったかな、どうでしたね、カスミン、ね、ずっとね、これね、カスミンずっと裏で今日ポニーテールダメですか？そう、今日ポニーテールやりたいんですよ。ポニーテールダメでした。なんかね、10回ぐらいなんかね、フリーでしてる時からそう、なんかなんだかんだ、あ、瀬戸で決まった時から2週間ぐらいずっと言ってたよね。ずっと言ってた、ポニーテールしたい、ポニーテールしたい。で、でも初青にしたんですよ。あ、そうね。そう、初青に嬉しかったの。楽しそうでした。え、でも見習います。そう、え、あ、あれよくやってますよ。いや、でも私ちょっとまだまだなんです。やめてください。そうなんですか？ちょっとまだ、あれ、めっちゃうまいイメージありましたけど、ちょっとぐらい。あ、先輩なんで、はい、ちょっと見習ってもらってもいいかなって感じですね。見られます。最高でした。最高、ね、ありがとうございます。ね、ありがとうございました。本当に美味しかったですね。本当に。そうね、配信もね、見てくださった方ね、確かに、ありがとうございました。すごいいっぱいの人ね、本当に、ね、いっぱい信があるとすごいいろんな方に見てもらって ね、すごいありがとう。楽しかったですね。楽しかった。はい、では今後のお知らせもはエンディングでまたありますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、ここからは今日の企画です。浴衣企画ということで、この3週にわたって夏祭り感フルの企画を行ってきましたが、タイトルコールよろしくしてもよろしいでしょうか？よろしくしても、じゃあ、はい、お願いします。お願いします。浴衣特別企画、花火で一言。
イエーイ。自発期メンバー初の演技力が問われる胸キュン系フレーズ企画ですが、はい、まずはこちらをご覧ください。あるんですか。この音、これですね。はい、この後この音の後に18期メンバーに言ってほしいセリフをコメントで書き込んでいただきます、うん、その中から番組スタッフさんが 4つをピックアップしてどれを言うかのです。ルールは後ほど大丈夫ですか。はい、らしいので、はい、では皆さんお願いいたします。言ってほしいセリフを、セリフを皆さんコメントお願いします。え、なんかちょっとめっちゃごめんだけどめっちゃ緊張しすぎてさ、2人ともさ、え、今日2回目でしょ、どうなんですか。え、でも私、なんて言った名前、あ、なんか私と花火どっちが綺麗みたいな言ったよね。わかんない。なんかでも私、あれ、なんか前回もね、一番最後に勝手にやらされたんだよね、なんかオチみたいな。ね、今日順番どうします。じゃんけんにする。じゃんけんで、あ、見て、あ、結構、あ、いっぱい帰ってくるっていう。ね、どうしよう、緊張してる。私も緊張してるよね、2人とも。どうしよう、緊張するよ、これ普通に。なんかね、心臓ドクドクしてるの。頑張って、頑張って。ひなちゃんもやるね。ひなちゃんもやるけど、やっぱひなちゃんちょっと先輩なんで余裕が、先輩の余裕出ちゃった。先輩の余裕がちょっとあるかなっていう。あ、結構いい、うわ、いやね、いい、なんかさ、大喜利系ないよね、結構本当にガチで、うん、ガチだよね。ね、本当にさ、ね、本当に緊張が伝わってほしい。あれ、緊張してるし、ね、緊張する、緊張する、こんなに緊張するの初めて。長いの緊張する。ね、え、なんか一言の方がちょっと恥ずかしくない？まだ恥ずかしい。え、嘘。なんかお祭り行きました、うん、皆さん夏休み。かき氷食べたお祭り。MV すごい行ってるよね。行ってないんですよ。私も行ってないですね。行ってないんですか。うん、あの家から花火いっぱい見えるけど、あ、そうなんだ、夏祭りの花火ではないらしいです。え、どの自慢の方がよくわかんないんだけど、個人的な、いや、あの遠くですごい、すごなんか ね、スタジアムのやつとか、ね、そういうなんか系らしいですね。すごいね、なんかすごい、すごい長いよ、すごい長い人いる。あ、どうしよう、長いの、なんか長いの噛んじゃう、覚えられない。え、長いな、ちょっと恥ずかしいね、長すぎると。長いの左右されちゃう。どうしよう、え、頑張って、やろう、やばいよ。でも、え、なんか結構ドキドキしちゃうけどね、いっぱいコメントいただいてますけど。ドキドキするコメントばっかり。あ、やばいよ、緊張しちゃう。でも本番前はさ、ね、一番緊張してた。ね、ずっと緊張した。緊張する。はい、ではコメントありがとうございました。セリフの募集はここで一旦終了です。ではいいですか、セリフをモニターで確認してみましょう。待って、え、待って、え、これさ、あ、これみんな、え、これさ、Kのやつってどうすんの、どういうあれなんですか。え、聞こえなかった、もう一回言って。え、あ、分かった、ちょっとひなきのちょっと今やりたいのあったかも、うん、やりたいのあるんだこれえ、ちょっとなんかやるんだよね。やだ、なんかやだ、ね、やだやだこれ、なるほど。じゃあトランプ、トランプ、え、誰からします、じゃんけんします。え、じゃあ一番や、最初やりたい人いる、逆に。あ、でも、あ、またか勝手に決められるのか。じゃあ一番最初でもいいよ、別に。あの、様子見したいのいいよ、どっちでもいいよ、どっちでもいいよ、決めさせてあげるよ、どっちでもいい。何その余裕、ね、やだわ。一番、でもあれじゃない、最後に言うか最初に言うかどっちがいいか。え、真ん中がいい。で、一回2人でじゃんけんして。いいよ。え、じゃんけん、はい、あいこでしょ、イエーイじゃ、何番がいい。え、一番最後がいい。お、
じゃあ一番最後にする。じゃあ一番最後に、一番最初にして、お願い、お願い。一番最初、いや、しょうがないな。やりたがりもしかして。じゃあ最初に行きますね。じゃあ1番は私で、2番がはいかすみで、3番がゆめみということで、はい、じゃあこれはですね、あ、左にトランプのマークがついてるんですけど、うん、どのセリフを言うかはこちらのトランプを引いて、引いたものを言ってもらいます。ではじゃあいいですか。はい、うん、引きますか。見ちゃダメですよ。見ちゃダメです。あ、そうか、後ろから引くわ。あ、そうしてください。あ、ここ行ったか。はい、え、見た？見てないよ。見てないよ。はい、え、誰がいいか。誰でも大丈夫ですよ。はい、何ですか、何ですか。9です。クイーン、やーい。9クイーンか。クイーン何でしたっけ。ど、目が悪くなる。あん一番長い、キャー、一番長い。やりたかったんじゃなかった。結構メモしてたら頑張ってください。頑張ってください。じゃあそれでも、え、もう一回セリフ見てもいいですか。なんで、あ、じゃあ心の中はい、大丈夫。シチュエーション決まりました。そうですね、あの河原で。河原、河原で OK。 はい、いいですか。お願いします。ねえ、なんで上ばっか見てるの。私の、あ、あなたの花火はここにいるのに。間違えたの。いやいや、もうキュンキュンしました。もうなんかやだ、なんかやだ。頑張ってね、こんな感じだから。だめ、こんな、なんか恥ずかしいね、こっちが恥ずかしい。こんな感じだから。やだ。お手本見せました。可愛すぎって書いてますよ皆さん。ねえ、震えてくる、どうしよう。間違えちゃったから許してください。いやいや、そこもさらにそこも含めての可愛さじゃないですか。あれ、じゃあ次、私の次。私ですね。期待の申請。任せてください。よろしくお願いします。まあ、演技は得意なんで。お、あ、そうなの。あえちゃって持ってあげますよ。あ、お願いしますか。これどうする？キュー抜く？それとも抜かないですか？キュー抜いちゃう。じゃあ。何がいいかな。どれ引かせるってやめて。ああ、ちょっと、え、いいですか、もう。うん、これ3枚ここだ。お、見ていい、いいよ。ジョーカー。お、ジョーカー何ですか。あ、でも一番良かったかも、私。え、はい、大丈夫です。いいですか。え、待って待って、もう一回見ていいですか。はい、大丈夫です。頑張れ。暑いけど手つないで一緒に花火見ようよ。確かに恥ずかしいかも、これ。やだ、大丈夫ですか。大丈夫だよ。なんかやっぱカズミやっぱちゃんとね、恥ずかしい。なんかやだ、恥ずかしい。なんかカズミ恥ずかしい。恥ずかしい、恥ずかしい。え、すごい。でもね、キュンってするよ。え、キュンとしました。なんかもう、うやってなる。ギュンですか。ギュンですか。ギュンですか。なんか名場面見ちゃった感じでちょっと緊張しちゃう。ドラマ、ドラマにちょっと、うん、はい、結構グッとなりますね。恥ずかしい、本当に。恥ずかしいしかコメントができない。ね、自分のよりちょっと人の方が恥ずかしいけど、ね。そうなの、ね。あ、ちょっと怖い。こうやってちょっとハードル上げると。はい、ねえねえ、やめて。頑張ってください。ねえ、どうしよう。いけます。いけるよ。ゆめみんにはね、聞かせたようなやつ。ゆめみたいな。ねえ、やだ。ねえ、待って、緊張する。いいですか、じゃあ目つぶって待っていいですか。これに1個ありますよ。じゃあこっち、お、はい、じゃじゃん、キングだ、ゲー、オッケー、キング、え、言うんじゃない、言うんじゃない、やばいよ、一番やばい気がするんだけど自分的に。なんで、え、これどういうシチュエーション、そう、それこれ難しいよ。でもひなちゃんね、あ、ひなちゃんこれやりたかったの。あ、これやりたかった、え、ゆめみ
これは言ってってことですね。あのお任せしようか、ユーミンに。そうだね。やばい、大丈夫、ちょっと待ってください。もう一回お願いします、なんかさ。やばいよ。よし、聞こえなかった、もう一回言って。かわいい、かわいい、かわいい、かわいいよ、かわいいよ、かわいいよ、かわいいね、かわいい、かわいい、かわいい、いつもかわいいんだけど、大丈夫、大丈夫ですか。恥ずかしい、顔真っ赤でかわいいんだけど。かわいいね、ね、なんかあざというか、ね、顔赤すぎ、大丈夫、顔赤すぎ、大丈夫、大丈夫ですか。ありがとうございます。可愛いって来て、可愛いって、ありがとうございます。最後、まだちょっとだけ時間がまだあります。毎回ですありますので、これがじゃんけんでやって、なのでジョーカーだけ抜きますので、ジョーカー、なるほど、はい、そう、これを一回混ぜていただいて、じゃあこちらでお使いします。で、水に引いて、ジャックを引いた方がやっていただきます。じゃあ画面を一回見ずに、じゃあ、あ、じゃあもう見せに行きましょう。どうする、どれにする、何でもいいよ。じゃあこれで、何にするか、せーの、監督も生まれたので、
ではでは以上浴衣特別企画花火で一言でした。続いてのコーナーです。はいはい、おおお、はい、はい、いきます、はい、いきます。一発チャレンジ、イエーイ、はい、このコーナーでは18期メンバーの団結を深めるため毎回テーマを設けてさまざまなチャレンジをしていきたいと思います。はい、チャレンジに成功するごとにポイントが加算されます。ポイントが5つ貯まると番組としてのメンバーの夢を1つ叶えたいと思います。リコーダーと漢字スタディ、けん玉連続クリア後3つクリア中で現在3ポイントです。やったねですね。はい、3ポイント。なんか VTR あるんですか？あるらしいので。今回金魚すくいですよ。金魚すくい。はい、金魚すくい。では金魚すくい。お願いします。できればクリアとなります。はい、で現在のポイントがですね、27ポイントで、私たちなんとね、そうですよ、そうですよね、結構ねギリギリらしいですね。私結局ね、なんか前回1回目のなんかちょっとあれがあってから
先週からスピードがちょっと速くなっているらしいので、そしてポイもちょっとチェック済みでちょっと熱いのは捨てました。やだ、いい感じの薄さのものが残ってますので。どうしよう、風でこれ破れそうじゃない。はい、どうでしょう。私先々週やった時はなんか破壊神みたいな感じだね。破壊神、うん、あ、いいんですか。ひなちゃん、じゃあ、私コツみたいなのを教えてほしいです。私ちょっとさ、遅い時だったんで、私ちょっと薄かったですね。試しにやってみようと思います。頑張れ。ひなちゃん、どうしよう。頑張れ。いくね。いけ。お、うまい。あれ、うまくない。うまい。ちょっと練習してますね。あ、これまずいよね。まずいよ。まずいよね。まずい。え、それだと達成できない。あ、待って。え、達成できる。これは何点なんだろう。金魚が5ポイントで、スーパーボールちっちゃいので、18だ。あ、これだけ取ればいけます。いけますか。いけますか。いけるよ。いける。コツ教えてください。コツは水と平行にすっていくこと。ね、緊張するよ。これでいくと水圧かかるから、こう。勉強になります。ありがとうございます。よろしくお願いします。あの、お二人にかかってますので。ね、それやめて。それやめて、ね。かかってるんでちょっと。それやめて。よろしく頼みますね。私本当に苦手なんだけど大丈夫。どっちからいきますか、これ。じゃんけんしよう。いいよ。はい、これでも袖を濡らさないように。はい、お願いいたします。うまくないですか、結構。うまい。
ありがとうございます。やばい、これ結構かかってますよ。私に撮ってる18期なんで。ありがとうございます。はい、じゃあ私もこれ。わかりました、ありがとうございます。何狙いですか？近所たくさん狙いです。お、近所たくさん狙いらしいです。みんな応援してください。いきます、頑張れ頑張れ。はい、ナイスはい、ナイスで、はい、ナイスはい、ナイス。あ、でも飛んでちゃった、ごめんね。待って、押すこ、一回押すこ。はい、ナイス、はい、ナイス、はい、ナイス。もう一連覇でいける。これ大丈夫、大丈夫かな。大丈夫です、大丈夫かな。珍しい。それはダメです、それはダメです。ごめんなさい、これもダメですね。もう今戻しが入りました。はい、すみません。多分これもう使えないですよね。どうですかね。いや、ちょっとそう、職人的にアウトです。アウトですね。じゃあこれ使えないです。すみません。終了です。はい、終了です。終了です。初挑戦だったので、はい、申し訳ないことです。でも2人ともやったことあります？初挑戦でした。うまい、うまい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。先輩ありがとうございます。でも先輩が選んでくれた思いが、あ、本当すごい良かったなと思います。それが良かったから、透け具合やっぱね。ありがとうございます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 。お、え、大丈夫かな。めっちゃ不安。カスミンのポイントが、え、これ合計ポイントですか？はい、それぞれです。お願いします。うわカスミンが、私が31ポイントで、私が8ポイントでした。で、合計が49ポイント。お、これは必要な27ポイントこれですね。ありがとうございます。達成、達成。まさみちゃんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。18ポイント、あ、18期だから合わせたの、合わせちゃった。18ポイント、ありがとうございます。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 嬉しい。じゃあこれクリアですね。クリアですね。ということは、じゃあ一発チャレンジが4ポイントになったということで、ありがとうございます。ということで、では今回はクリアで4ポイント失礼いたしました。今回で、すごい、いけないかと思ったけど、ね、意外と一瞬少なすぎてさ、ね、大丈夫かな。ちょっとヒヤヒヤしたけど、いけたね。よかったよかった。よしよし、ありがとうございます。一安心ですね。はい、ではじゃあ次回のチャレンジは次週お知らせいたします。はい、以上、はい、一発チャレンジでした。あっという間のエンディングとなってしまいました。ここで、お、お知らせがあります。あら、どうでた、どど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 ど8月14日月曜日、会場が11時からです。はい、こちら17期さんと合同なんですけど、18期からは新井沙耶ちゃん、成田小日奈ちゃん、はい、私と久保日奈ちゃん、久保日奈ちゃんと八木あずきちゃんの4人が出させていただきます。頑張って、頑張ってください。頑張りますね。ちょっとどうですか、なんか意気込みみたいな、意気込みみたいですか。なんか私いろいろやるらしいんですけど、え、あ、なんか何ですか、あと結構ね、また17期さんと合同ということで緊張してるんです、ね、あと屋外ってこと、へえ、なんか緊張してるんですけど、頑張りたいと思います。応援してます。ぜひ来てください。ぜひ来てください。で、2つ目、ダラララダラララ、MX 祭り AKB48 62枚目シングル発売記念コンサート、イエーイ。10月の20日の金曜日と21日土曜日、22日日曜日のこの3日連続を in 武道館でやらせていただきます。ありがとうございます。私と18期も出させていただくので、ぜひ詳しくはホームページをチェックしてください。お願いします。はい、ではチェキのプレゼントの当選発表のお時間です。
ゃあ締め切りまで何秒にしようか。3、2、1にしますか。5秒です。すいません、締め切りまでにしようか。はい、いきます。せーの、5、4、3、2、1。カン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 。終了です。終了。はい、これ以降のギフティングは順位に反映されませんのでご了承ください。では最後にランキングをお読みいたしましょう。はい、はい、じゃあ13位から、みんなで読みましょうか。皆さんで読みますか。はい、はい、13位、せーの、13位、しゅうかさん、ありがとうございます。おばけ。はい、そして12位、レイレイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位、ISZ22713、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてせーの、10位、まなみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして9位、ケンチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。8位、まあ、あと夢見る者たちさん、ありがとうございます。そして7位、デュークあとドラさんしかかたんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして6位、先生さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして5位、カイトさん、カイトさん、あとセラカテクロー、ありがとうございます。そして4位、ゆいとさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ハート、ハート、ハート、ありがとうございます。そして3位、ハッピーサッピーさん、かすみんの夢叶えたい、ありがとうございます。へい。そして2位、きゅうちゃんさん、ありがとうございます。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 1位、ハッシュさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ハッシュ、ありがとうございます。ありがとうございます。ではこの上位3名の方々にチェキのプレゼントをいたしますので、こちらのショールーム側からの連絡が行くそうなのでお楽しみにお待ちください。ありがとうございました。はい、今日の番組は以上です。はい、今日はどうでしたか。私金魚すくい、できないと思ったんですけど、意外と取れて31ポイントも取れてね、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お祭りスーパーボールスケとかやるんでして、お祭り行きたい、行こうね、行こうね、行こうね、浴衣着て、浴衣着て、これ着ていくか、行きましょう、行こうか。ゆめみんどうですか。ゆめみんなんか一発ルームでこんなに緊張したの初めてかなぐらい、本当にこの番組通してずっと緊張してたので、もうちょっとね、緊張しちゃったんですけど、可愛かったよ、可愛かった、可愛かった。じゃ照れないように気をつけます。ね、感覚だったよね。ね、でも可愛かった。ありがとうございます。あやちゃんどうですか。はい、私2週目で、浴衣も2週目だし、セリフも2週目だったんですけど、ちょっと先輩風吹かせちゃったんですけど、全然大丈夫ですか。金魚すくいもすごい本当ですか。ありがとうございます。本当にありがとうございます。なんか楽しい感じでした。あ、本当ですか。先輩、先輩気分味わえました。ちょっとすごい楽しかったね。よかったです。来年もやりたい感じですね。あ、そうですか。またお願いします。お願いします。待ってます。はい。ということで、
はい、皆さんどうでしたか。どうでしたか。コメントを読みましょう。あ、久保先輩って来てますよ、はい、やっぱり先輩ですよね。先輩ですよ。お呼び先輩と呼びなさい。先輩って呼んでください。久保先輩って呼ばないと怒られます。お願いします。あ、貫禄で嬉しい。やった、ね、楽しかったって、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、ですね。では、ツイッターでの番組の感想はハッシュタグいっぱちルームでお願いします。お願いします、はい、次回は8月15日を予定しています。次回の出演メンバーは秋山ゆなちゃん、工藤かすみちゃん、佐古ゆめみちゃん、こちらの3人で、はい、2人は2週連続でまた会いましょう、はい、のでお楽しみください、はい、お楽しみ、はい。次週の配信を見逃さないために右上のハートマークをクリックしてお気に入り登録をお願いします。お願いします。お願いします。はい、いますか。はい、はい、それでは以上 AKB48 の18期研究生でした。ありがとうございました。ありがとうございます。